鈴木文博、鈴木文博、鈴木文宏、1975年5月23日体は、福島県西白川郡西郷村出身の元プロ野球選手、保守。仙台育英高校時代は、の第64回選抜高等学校野球大会と第74回全国高等学校野球選手権大会に、それぞれ出場。卒業後は、 東北福祉大学へ進学し、持ち味の俊足を生かして、通る王も獲得している。一年上の保守に、小野高生がいた、また中日でも、先輩となる、門倉健、山田隆の球を受けていた。山岡博之、オリックス打撃投手として、同僚とは同期でバッテリーを組んだ。1997年度ドラフト会議にて、中日ドラゴンズから4位指名を受けて入団。 中日では、ポスト中村武として職望され、には予選に出場した古田敦也の代役として、シドニーオリンピック野球日本代表でマスクを被る、大役を果たした。は5月12日の巨人戦で、2点を、ウラムシマン塁の場面で、三塁奏者として、出場していたが、ガイアフライによる見え札を招く走塁ミを起こしている。は、谷重元の加入もあって、 出場機会が激減、同年オフに、金銭トレードで、大阪近鉄バファローズへ移籍。は、開幕第3戦の対オリックスブルーウ,ウェーブ戦で、小倉久志から3年ぶりの通算2本目の本塁打を、放つも、安打は、その1安打のみで、正捕手争いも、的山哲也や藤井明人のライバルに敗れてしまい、出場試合数も12試合に止まった。よくは、 プロ入り後初めて一軍未出場に終わり、同年オフは、オリックスバファローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの間で行われた、選手分配ドラフトでオリスに入団、正捕手争いに挑むことになった。5月6日から開かれたセパ交流戦の対中日戦では、スターティングメンバーとして中日に在籍していた、経験を活かして、投手陣をリードし、 チームの交流選手戦での勝利をもたらした。は、シーズンの大半を二軍で過ごしたものの、の大石大二郎監督代行就任後は、控え保守としてはもちろん、代創要員として起用されることが多かった。11得点を記録し、7年ぶりとなる盗塁も、記録している。基本的に外野手は、指名打者起用の大分フィローズも含め5人しか、 登録しないことの多い大石再配の中で、試合前には外野手としてもノックを受けるなど緊急時の外野手備要院と何役も務めることで徴用され、一軍定着を果たした。は、正捕手の日高剛の怪我による戦線離脱後、スタメンに起用されることが多くなった。2番手捕手の地位を確保して63試合に出場し、チーム2位の8盗塁を記録した。 4月21日、対日本ハム戦では、谷本圭介から自身7年ぶりの本塁打となる、逆転3弾を放つなど、4アンダー、3二塁打、1本塁打6打点の大活躍で、試合後、お立ち台に上がった。シーズン中盤からは、リード面を変われ、日高の2軍降格等もあり、出場機会が増加。7月14日の対ロッテ戦では、先発、 金子千尋の3戦連続完封勝利を援護する自身2度目の満塁走者一走の適時3塁打放つ。最終的にはチームトップの17ギラを記録し前年を上回る86試合に出場した。また4月に右手親指を骨折しながらも残りのシーズンに強行出場していたことが明らかになった。は、自己最多となる89試合に出場。 七月二日の対ソフトバンク戦では、ブライアン・ファルケンボーグから、プロ入り十四年目にして、初のサヨナラ打を放ち、同月三日の荒金久を、五日の赤田翔吾と共に、球団史上初の三試合連続サヨナラ勝ちに、貢献した。九月二十日の練習中に送球を満面に受け、全治四週間の尾骨骨折と診断されたが、伊藤光が故障で、戦々離脱していた、チーム事情もあり、 残りシーズンも出場し続けた。保守としては、チーム最多の出場となり、打撃面でも打率、204を記録し、2割を何とか超えた。守備では、8月度の JA 全農豪合賞、表彰テーマ、最多盗塁阻止賞を受賞したが、シーズン全体での盗塁阻止率は、111と低かった。オフにはこの年取得した、国内 FA 権を行使せず残留し、 岸田守に代わり選手会長に就任した。2012年も開幕1軍入りを果たし、伊藤や斉藤を落としよとの併用で1軍保守として帯同していたが、7月8日に2年ぶりの2軍降格。8月25日に再昇格するも、以後は3試合で3打席のみの出場機会に止まり、出場機会も前年の半分に満たない41試合の出場に止まった。 シーズン終盤の10月3日に翌年の戦力構想から外れている胸とシーズン終了後のコーチへの就任を球団から打診された。この打診に対して鈴木自身はコーチ兼人での現役続行を希望していたものの同月29日に球団から二軍バッテリーコーチへの就任と現役引退が発表された。現役引退後はオリックスで二軍バッテリーコーチを務めた。 2015年5月26日の試合から前田大輔と入れ替わる形で一軍バッテリーコーチに就任した。2016年は二軍育成コーチに配属されていたが、同年4月28日に庭野隆と入れ替わりで再び一軍バッテリーコーチに就任した。外角低めを中心にリードすることを基本に投手を導いている。現役後期は二軍では 若手保守の育成目的もあり、外野手、主に左翼手を務めることも多かった。一軍でも2009年5月1日の楽天戦で左翼手として途中出場した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。